のですね、自忍者です。はい、はい、白石地底王国の忍者、自忍者でございまーす。いないいないいない。あ、ごぼうだっけ。いやいや、ごぼうじゃないわい。そうだった。あ、自忍者だよ。あ、そうだった、忘れちゃった。じいさん、ね、頼むよ。頼むで、今、白石の自忍者はグッズ販売しております。どうぞ見てください。はい、はい、ここここ。自転車の缶バッジとかキーホルダーとかポーチとかね、いろいろ今販売してます。皆さんぜひお買い求めください。あとこれからね、夏は梨ですけど冬はこれ自転車です。自転車です。ぜひ白いの自転車召し上がってみてください。ありがとろろネバネバよろしく。ありがとう大根じいさん。いや、どういたしまして。ここはですね、JR 東日本の千葉支社のブースになっております。今日来ているのは駅長犬です。駅長犬が今日来てくれています。ありがとうございます。それでですね、こちらは JR の、東日本さんのグッズがこちらの方でも販売しています。はい、私たち JR 木曜テレビから来ました。よろしくお願いします。木曜の駅長さんです。はい、こんにちは。11月の24、25、26日ですね、3日間限定で元谷田駅から駅からハイキングをやりますので、芸術のそしてスポーツの11月、ぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。どうも、多古町の新米母さん、ふっくらたまこさんです。彼女は、4月1日生まれのお米の妖精さんです。今タコ町のゆるキャラとしてタコ町を盛り上げるために頑張ってくれています。はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、福田タモクさんです。今日はね、こちらであのグッズの販売とか、あとタコ町の特産品の販売もやってますので、ぜひご覧いただければなと思います。お願いします。ここはわしのブース、大根寺さんのグッズを売ってるブースです。グッズをどうぞ。こんな感じです。はい、こちらはですね、京成プラネットバスさんのブースになっております。コロナはですね、なんとね、初お披露目で初登場の日なんですね。これ記念すべき日となっております。こちらグッズになっております。はい、どうもありがとうございます。京成トランジットバスです。今日はトラニャというキャラクターが初お披露目で来てます。本日ですね、千葉商科大学さんと一緒に1日乗車券を作って、こちらも学生が作った街巡りマップになっております。ぜひ皆様にご購入いただきたいと思っております。よろしくお願いします。ここは受付です。千葉商科大学の皆さんがお手伝いしてくれています。こんにちは。皆さん頑張ってね。はい、こちらの店舗はですね、移動式の花屋さんです。こんにちは、移動型のキクスです。いろんなところでお花の出店で販売させてもらっているのと、車にお花詰め込んで個人のお家でもお伺いしていて、と訪問販売という形でお家に小さいお花屋さんが来ますという形でやっています。よかったらいろんなお花あるので見ていってください。両方限定がめっちゃ可愛いのがいつも揃ってて、季節限定とか期間限定のものがあるんですよ。このリーチね、パソコン取ってます。こちらはですね、パン屋さん、ふわふわですね、ハニーバターの美味しいマフィン屋さん。皆さんこんにちは。千葉商科大ふわふわベーカリーです。こちらは千葉商科大で採れた蜂蜜を使用しております。ぜひお立ち寄りください。待ってます。はい、千葉県多古町です。成田空港の、地図上でいうと右側、右隣になります。多古米が一番、はい、有名になっております。こちら新米を持ちしております。さつまいもなども扱っております。皆さん一度遊びに来てください。ですね、ここはコスモファームさんです。なんと野菜のソムリエさんのすごく重要な重鎮なんです。そうですね、年間300種類ぐらいの野菜作ってます。そういう野菜をマルシェを作って、みんなに説明しながら売りたい。ここのマルシェの発起人です。マルシェを立ち上げようという
ね、そういうところでその相対で物を売るっていうことが大事かなと思ってやってます。はい、はい、ここはですね、カラカラフルーツさん、ドライフルーツの店ですね。油も砂糖も使ってなくて素材そのものをドライにして販売してます。サク感のあるチップス感のあるものになっておりますので、歯ごたえがよろしいので皆さんぜひお試しください。ありがとうございます。はい、キム太郎です。市川マルシェの場所を借りてアガベを販売しております。育てやすくて、寒さに強いものだったり大きくなるものならないものだったりいろいろありますのでぜひ来てください。お願いします。